皆さん、こんこにちは。本日はエンターテインメント及び政治ニュースのチャンネルとともに過去24時間のハイライトをいくつか見てみましょう幻想的な東京駅写真を拡大大雪警報の夜東京駅は幻想的な空間へと姿を変える東京駅で撮影された4枚の写真が SNS をる。 通じて多くの人の心を動かしています。撮影したのは、フォトグラファーの小市、クフィッシュ18823。1月末に関東地方で大雪警報が発令されたその夜、東京駅の駅舎をバックに赤いコートを着た一人の女性が佇む瞬間を収めました。大きな東京駅の駅舎を背に傘を広げる雪がちらつく中で、 ランプに明かりを灯す姿などを映し出したその写真は、一貫して幻想的な雰囲気を伝えており、作品を見た人からは、映画のワンシーン、リアルグリム童話みたいな幻想的な写真、マッチ売りの少女を思い出しましたと様々な感想が寄せられたほか、3万5千件以上のいいねが寄せられています。使用された機材は、ニコン D810。 ドキナーオペラ 50F1.4 マイコトックス TT685NX プロデュースド N 広報10メートルからストロボフル発光11で現場では暗めの設定で撮影。フォートシャップで一気に明るく加工していくのだそうです。ノイズを出さないポイントは感度100程度の非常に低い IS o 値で撮影を行うことだそう。小市さんが投稿したビフォーアフター画像を見比べてみると その卓越した撮影センスと加工技術に驚かされます。これまでにも名古屋、スカイプロムナードから撮影した名古屋駅の周辺夜景などでたびたび多くの人を驚かせてきた、恋、その不思議な世界観で、次はどんな風景を見せてくれるのでしょうか。画像提供、小市クフィッシュ1 8 8 2三